はい、まあ今日もストーリーを見ていきますね。もうほんまに暑くてね、もう自分の部屋扇風機つけてんねんけど、ほんまに暑いわ最初のうちは。ということで、まあイベントのストーリーの方を見ていこうと思います。はい、まあ一応昨日の続きですね。やばいな、ちょっと開けないと今日のうちに。はい、ということで見ていきます。何？真っ暗なんだけど。え？何何これ。乾先輩。あ、カイドウさん。え、何？カイドウさんも何か言われたん？カイドウ、あ、多分日吉さんから聞いたんだろうな。失礼します。え？いや、あのこれってどういうことなのかな。まさかあのちょっと、あー、これライトか。なんかやばい予感がしたけど。ほんまに何やってんのこれ。イヌエディルの開発だったら承知しないぞ。うん、あのイヌエディルだったらマジで承知しないぞ。ちょっと嫌な予感しかしないような。そうだから、まあいやー、なんかちょっと嫌な予感がしてますけど。はい、ええ、確かになんか話がさ、もう何の話するかまあ予想はついてるけど。すまない。あー、でも多分楽しみにしてるんだろうね。ちなみに、あ、ランタンか。うわー、なんだいいかしら。君、あれ、はじめさんも知ってたの？あー、やっぱりそのことか。うん、あー、なるほどね。乾先輩、あのドリンクはちょっとやめていただいて。はい、ああ、うん、まあそうだね。確かに、でも結構ね照らされてたから、まあこのランタンは利用はできるでしょう。うん、あら、どう？そうだな、うん、確かに。そうなんだ。勉強になるわ。さすがやな。あー、なるほどね。確かにそれは便利やわ。うん、確かにもうほんと便利よ。ところで、あー、なんかレジャーシートみたいなあんな感じね。うん、そうね。まあそこまでデータマンが揃えばまあどうってことない。ああ、そういえば、あ、いや、あのそれはもう結構ですよ乾さん。やめてくださいね、乾一郎みんなに飲ませるとかマジでやめてくださいね。では、まあそうだね。なんとか、ご、まあ行く人数にもまあよるけど。すまない。うん、まあそうですよね。ええ、じゃあなぜ今ここに。あの、
では。うん。了解っす。え、ここで何を買うの？ああ、前なんか言ってたやつか、ジロちゃんたちが。ねえねえ。メロン味？うん、うちも結構メロン好きですよ。リュウジ。ほんなら。300円ね。うん、300円でいくつ買えるかね。いやー、バナナはどうなんだろうね、これ。うん。あ、入る。うん。うん、確かになんかそういう気分にはなるよね。おいおい。特に一番ジロちゃんがしそうだけど。母親っていうよりかはちゃうわ。まあ白石さんみたいなこと言わないで。前に白石さんもなんか同じようなこと言ってたような気がしますけど。せやけど、確かになんかわかる気がする。ほう。ったく。まあね、うん、でも駄菓子はね、もう本当に食べたくなりますよ。でもお腹が空いたら瞬時に食べられるしね。まあ、アトベさん何が好きなんだろう。結構高級なもん選びそうだけど。おーい。おお、ちょうどいいところに来たな。そうだな。悩んでる、アトベさん。だが、いや、相当悩んでるね、アトベさん。じゃあ、ああ、結構ね、チョコはみんな好むよね。まあ、うちもチョコ好きですよ。うん。まあ、まあね。せや。えいひれ？ん？なんか聞いたことないけど。どうや？うん。そうだな。え？アトベさんおごってくれるの？ありがとう！じゃあ。それでみんな決定ですか？みんな何買うたんやろ？まさか。確かにそれにはびっくりですよね。はい。はい、まあ今回はこれで以上となります。はい、あとのストーリー頑張って開けるんで。はい、ということで、はい、チャンネル登録と高評価まとめてよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。